はい、速稼塾の久保でございます。米中対立がね、世界を巻き込んで大規模な流れになってきています。これがね、まあ物言わぬ第三次世界大戦、兵器を使わない戦争なのかなっていう趣もあるんですけども、そんな中アメリカのトランプ大統領にですね、まあ、とんでもないものが送られてきました。これはですね、猛毒のシリンというもの、リシンか、リシンというね、聞き慣れない毒物なんですけども、これが郵便物に乗って送られてきたということなんですよね。記事の方を見てみましょうか。記事の方を拝見すると、こういう風になってます。ホワイトハウス宛て郵便物から猛毒リシン、米報道 TBS ニュースでございますね。アメリカの複数のメディアは19日、ホワイトハウス宛ての郵便物から猛毒のリシンが確認されたと報じました。複数のアメリカメディアによりますと、猛毒のリシンが含まれた郵便物はカナダから郵送されたものとみられ、宛先はトランプ大統領だったとしています。ということなんですけども、やっぱりね、これはね、疑うべきは中国共産党から暗殺計画の一環として送られているのかなというふうなのね、多くの方の頭をよぎるところだと思いますけども、まだね、何も分かっておりませんので、まあとにかくね、不気味なことが起きてるなってことでございます。翻ってね、日本にもなんか見慣れない、植物の種がね、種子がね、送られてきたっていう報道が各所でありました。またね、いわれのない入金があったとかね、頼んでもないような製品が送られてきて、しかも料金は請求されていないみたいなことがあるわけなんですよ。これはね、全て海外からの送金であったり、物流だったりするわけなんですけども、こういうのも結構不気味ですよね。で、これを盾に何が行われているのか、もしくはね、送られてきたものに、なんか、発芽性の、発芽性っていうのは、半年後とか1年後に、息を吹き返す毒物などが入っているんではないかと、かなり不気味なので、まあね、注意喚起されているのは、これは個人の判断で開けたり触ったりせずに、すべてね、消費者センターなどにご相談くださいということでしたね。なんかね、世界の物流とか、そのいわゆるあれですよね、グローバリズムが加速したのはいいんですけども、世界の距離が近づくなったことによって、国境がものすごくね、越えやすくなったことによって、我々が予想もしないようなね、そんな危険が迫っているんではないかなということを思わざるを得ません。思えば日本というのは長い間鎖国というものをしていました。鎖国といっても完全に交易をなくしたわけではなくて、特別区みたいなところね、出島みたいなのがありましたけど、特別区みたいなところでは外国人を受け入れたわけなんですよ。それ以外のところでは完全なる防衛をして、外国からの、ね、侵入を許さなかったという、そういった経緯があるんですけども、日本がそれによってね、大きく繁栄した、その繁栄に目をつけて日本を従属させよう、もしくは貿易国としようと思って黒船が来航したっていう歴史があります。まあこれはね、私の歴史認識なんで、もしかしたら違うかもしれませんけども、不気味なのはね、やっぱり開国をしてろくなことがないってことなんですよ。ある程度の交易は必要なんですけども、例えばね、今まで開国をしてどんな例があったかというと、オーストラリアの先住民族アボリジニは全滅させられました。1億人ほどの死者が出たと言われています。それから皆さんもね、よく記憶に新しいことですけども、コロンブスなどアメリカ・ディスプッチがね、アメリカ大陸を発見したと言われてますけども、あれはね、もともとインドを目指して航海している途中に見知らぬ土地に出かけて、それがまだね、未発見のアメリカ大陸だったということなんですけども、そこにも先住民族がいて、これもね、1億人以上の先住民族、チェロキー民族ほかね、スー一族をはじめ絶滅させて、そこに入植したのがイギリスから逃れてきた犯罪者とかね、政治犯とか、それから新しい土地にチャンスを見出した移民という方々だったらしいです。それがアメリカ人の、ね、基礎を作っていたということなんで、かなりね、国を開いて交易を増やすとどちらかが滅ぶという、そういうふうなね、流れになってるんですよね。今まさに中国共産党も隣国をもう次々とね、教育にその自国語を使わせなくて、漢民族の言葉を使わせたりとかね、いろいろとしてますけども、歴史を紐解いてみたらずっとあった流れなんだろうなと思います。ただ現代においてはこういった侵略行為っていうのは許されることではないんで、まあ何がしかのね、制裁措置っていうのは必要なのかもしれませんけども、さあ一体ね、これ別に中国共産党の肩を持つわけではないんですけども、この我々の思う正義っていうのは誰を基準にしてるのかなと、誰を栄えさせようとして正義というものを振りかざしているのか、もしくはそれに便乗しているのか、甚だ疑問ですよね。今私たちは自由競争の社会、民主主義の社会に日本というところは置かれてますけども、その民主主義の中でも派遣切りが行われていたりとか、まるでね、ブラック企業と言われる奴隷労働みたいなことがもう堂々と行われているわけなんですよ。
これはどうなんでしょうかってこともあるわけなんですよね。だからといって共産党になびこうってわけじゃないんですよ。私はやっぱりそういった不都合があっても物を言えるこの国が好きですしね、自由な発言ができて自由な行動ができて、まあ無礼もねある程度は許される容認される、そんな社会が好きではあるんですけども、ただねそれとは別に、まあ世界の調和っていうのは、なかなか難しいもんだなと思っておりますね。まあいろいろとね申し上げましたけども、今回はホワイトハウス宛てにトランプ大統領の、まあ、暗殺計画とも言えるようなね、そんなことが具現化したリシンというね薬物が送られてきたということで非常に怖いですね。これホワイトハウスならいいんですけども、私たちの個人宅に送られてきたらまず一発でやられちゃいますよね。これからね郵便物にも警戒しなくちゃいけないのかなと思うと、本当に住みにくい世の中になってきたかなと思うばかりでございます。それではご安全に。